今川動画製作所。俺の名前は横見達也。チェーン店のレストランを回るのが趣味のイカリアク。こんばんは。どうしたんですか。いえ、追い出されることになっちゃった。は？家事手伝いしながら花嫁修行してたのに、弟夫婦と一緒に住むから出てけって言われて。うわ、ずっと子供部屋にいたかったのに。なんで？どっかで聞いた悲鳴だな。あの花さんってお仕事何されてるんですか？派遣社員。この間契約切られたけど。おも、その状態で出てけってひどくない？あんまりじゃない？出ていく貯金とかあるんですか？ああ、それは一時期パワーストーンにはまってて、それ系が大量にあって、この間これ何の役に立つんだろうって我に返って全部売ったの。そしたらそこそこまとまったお金になったから、一応引っ越しくらいはできそうなんだけど。買う人いるんだ。もう急に出てくなんて無理。生活費どうしたらいいのよ。それに女の子一人暮らしなんて危ないじゃないの。女の子？あ、いえ、なんでもないです。なんか大変そうですね、彼女。セリカがなんかやってるみてえだから任しとけ。え、そうなんですか？あいつああ見えて割と面倒見いいんだよ。あんなだけどな。どんな？で、今日はそんな初一人暮らしの高梨さん向けに簡単鶏チャーシューだ。おいしそう。煮卵が輝いてる。うわ、お肉柔らかい。甘じょっぱくて最高。下の水菜もタレが絡んでグイグイいけちゃいますね。どうせそれじゃ足りねえだろ。横見さんは丼にするかい？します。ご飯ください。あ、私も。なんだ、太るから米はいらねえっていうかと思ったが。もう今日はやけ食いします。ご飯お願いします。まはー、美味しい。こんなの合わないわけないじゃないですか。汁物もあるにはあるが、うっかり卵がかぶっちまったんだよな。どうする？それでもいいか？別のがいいなら作り直すが。全然 OK です。ほらよ、卵とかまぼこのお吸い物。いい匂い。かまぼこのピンクかわいい。シンプルな味付けでめちゃくちゃ美味しいです。かまぼこって汁物にするとうまいですね。だろう。しかも100円の安いかまぼこでも全く問題ねえからな。いいよな、かまぼこ。こんな美味しいご飯毎日家で食べられたらな。そしたら一人暮らしになっても幸せなのにな。何かをアピールしてる。だよな、家で食いてえだろ。だからレシピまとめといたぞ。え？一番簡単なやり方でいくぞ。鍋に醤油大さじ4、砂糖大さじ 2.5、酒大さじ4、酢大さじ1/2を入れる。それにあればチューブのでいいから、生姜を少し入れる。なくても別に大して問題はねえ。火にかけて沸いたら、鶏もも肉の皮目を下にして入れ、蓋をして弱火で10分煮る。フライパンでやればもも肉2枚、頑張れば3枚でもいけるが、火の通りが甘くなるから気をつけろ。ひっくり返してさらに10分。その後蓋を取って汁にとろみが出るまで軽く煮詰める。これは鶏胸でやってもうまいしヘルシーだが、胸肉は厚みがあるから、その場合は肉を半分にカットするか、途中で返しながらもう数分くらいずつ煮た方がいいな。あと、面倒でなければ鶏ももは黄色い脂肪のとこだけ取っとけ。大した手間じゃねえ。皮目にフォークでブスブス穴開けときゃもっと味が染みやすくなる。調味料を入れて煮るだけでできちゃうなんて簡単だな。安い時に肉買っときゃ、卵と水菜合わせても1人前150円くらいしか材料費かかんねえしな。卵だって冷蔵庫から出して8分茹でた卵をチャーシューの煮汁に漬け込んどくだけだ。ビニール袋に卵とめんつゆ少量入れて、水張った容器に沈めると空気が抜けるから口を縛る。こうすると少ない量でも味が染みる。
もちろんチャーシューのタレが多めになったら、麺つゆの代わりにそれを使った方がうまい。肉は汁ごと冷蔵庫に入れときゃ2、3日は持つ。すごい！これなら私でも作れそう。もも肉でも胸肉でも一度に2枚くらい作っといて丼にすりゃいい。卵ものせりゃもも肉1枚で2、3回は食えるぞ。下に敷いてる水菜も100円でかなりの量あるからな。コスパいい。え？でもレタスとかの方がコスパ良さそうだけど。レタスは割と値段が変動しやすいだろう。時期によっちゃ一玉300円なんてこともあるし、スッカスカだったりする。あとそもそも栄養価が低い。逆に水菜はどの季節でも安定して100円から200円な上、ビタミン、ミネラル、食物繊維、さらにカルシウムや鉄分も入ってる栄養豊富な食材だ。カルシウムって野菜からも取れるんですか？葉物野菜は結構入ってんぞ。ただ葉物野菜のカルシウムは吸収率が悪いって話もあるからな。信頼しすぎるのは良くねえが、水菜は泥ついてることも多いから洗うのが面倒だが、切ってからボウルに入れてざっと流せば簡単だ。あとは今日みたいに味の濃い料理の下に敷いてもいいし、シンプルにごま油と塩で和えてもいい。俺はカツオのたたきの下に玉ねぎと一緒に敷いたりするな。もちろん味噌汁や鍋に突っ込んだり、ベーコンなんかと炒めてもうまい。レタスだって何にでも合う優秀な食材ではあるんだが、レタスが高い時期は水菜をおすすめする。じゃあこっちの汁物は？出汁とか取るの大変そうだけど。調理時間3分。3分？まず材料は白だしと水、かまぼこに卵1つ、あと片栗粉。白だしのパッケージにお吸い物の時の水との比率が書いてあるから、その通りに入れりゃいい。大体のメーカーで白だしと水1対9だ。1対9、なんか中途半端ですね。1カップ200ミリリットルだろ。それで考えると楽だぞ。カップに白だし20ミリリットル入れて200んとこまで水出せばジャストだ。お、20と180か。ほんとだ。200で1人分だが、逆に量が少ねえと卵が多すぎるから2杯分でやるぞ。鍋に白だし40ミリリットル、水360ミリリットル入れて火にかける。火にかけてる間にかまぼこを切る。かまぼこは1本の3分の1か半分くらいだな。残ったらそのまま切ってわさび醤油で食え。普通にうまい。好きなように切って、これも投入。そこに水溶き片栗粉を少々入れてとろみをつける。しっかり加熱しろ。出ないといまいちとろみがつかねえ。片栗粉がなきゃ入れなくてもいいが、この後入れる卵が沈んじまうから入れた方がいい。あと口当たりもいいしな。で、沸騰したら火を弱めて溶き卵を少しずつ投入。ドボンと入れると固まっちまうし、変に混ざって汁が濁るから気をつけろ。再沸騰したら完成。これ簡単ですね。でも白だしって普通の家あります？ない場合はだしの素と醤油と酒で代用できるが、白だしは1本持っとくと便利だ。これでだし巻き作ると最高だし、鍋にも麺つゆにも使える。ほら、パスタにも使うけどな。ちなみにトップバリュー製品なら1本200円前後。これで十分だぞ。でも2人分作っても残っちゃう。また何かアピールしてる。そう言うと思ってアレンジレシピだ。え？水で洗ってぬめりを取った米を鍋に投入。必要に応じてちょっと塩コショウ足して味を調整すりゃうまい雑炊になる。さっきの水菜を入れりゃ彩りもいい。汁物が残ったら雑炊ってパターンを覚えとくと自炊がぐんと楽になるぞ。思ったんですけど、自炊ってパスタとかチャーハンとかそれ系から入るのが多くないですか？なのにいきなり鶏チャーシューって。そりゃパスタでも構わねえけど、それだけじゃ満足度低いだろう。パスタやうどんを連続でやってっと、どっかでがっつり肉食いたいとかなっちまって、つい外食すんだよ。身に覚えあります。わかる。マックに手を出しちゃう。そんでコスパの悪さに絶望する。だからこれはそういう時のためのレシピだな。あとこっから夏になるから、今度は夏野菜を。こんばんは。
花さん来てる？おお、来てんだ。セリカさん、遅くなってごめん。いい物件あったよ。物件？うちの部長に教えてもらったんだけどね、リノベーションした団地で3年間は格安で借りられるの。市区町村が補助してるのよ。急いで家を出なきゃいけないならマンスリーとかより絶対おすすめ。え、本当？場所どこ？セリカは公務員として司書やってっから、行政のシステムとかいろいろ詳しいんだよ。あの二人気が合ってるようだしな。セリカもしっかりサポートするだろう。ああ、そりゃ花さんも安心ですね。僕も家なくなりそうなんですけど。うわ、何かいる。いつからそこに？僕も家追い出されたんです。ここに住ませてください。住み込みの職場でも探せ。お、いや、それはそれで違う話が始まっちまいそうだからいいわ。え、俺？ちょっと待ってろ、なんか面倒見るからよ。重い。え、翔吾さんも家ないんですか？そうなんですよ。この間事業で失敗して。はあ？あんた何やってんの？また無茶なことしたんでしょ。ほんとバカよね。お前だって家追い出されてんだろ。もうお前ら一緒に住めば。ニート国道が宝島社よりついに小説家。ご視聴ありがとうございました。裏世界ラボ別館今川動画制作所のチャンネル登録と高評価もどうぞよろしくお願いします。